峰風は日本海軍の駆逐艦。峰風型の一番艦である。峰風と表記される場合がある。艦名は峰に吹く風に由来する。舞鶴海軍工廠で建造。一等駆逐艦に類別され、横須賀守府席に編入された。1920年12月、同型艦の沢風、矢風、沖風と共に第二駆逐隊を編成し、第二艦隊。 第二水雷戦隊に編入された。1932年、第一次上海事変に際して、超高水域の諸作戦に参加した。1937年から1939年には、日中戦争における、河北、河中沿岸での諸作戦に従事。1940年10月11日、横浜港域で行われた、紀元2600年特別観館式に参加。 1941年9月15日、賃海警備府に編入され、津島海峡方面で紹介活動を行った。1942年4月10日、ミネ風は佐世保防備船隊に編入された。同月12日、佐世保を出港、佐世保近海で紹介活動を実施。9月25日、佐世保を出港し、サイパン島、トラック島。 ラバウルへの船団護衛に従事する。11月12日、佐世保に入港し、整備、補給を行った。11月27日、佐世保を出港し、佐世保、東、ナ海方面において、船団護衛、紹介監視に従事し、12月1日、佐世保に寄港した。1943年も引き続き東。 シナ海方面での船団護衛任務に従事する。1944年2月1日、ミネカゼは第1海上護衛隊に編入され、2月5日に文字港を出港した顔まで、もた例に船団の護衛任務に就いたが、2月10日、米潜水艦、ポーギーの来撃により、台湾沖にて沈没した。艦長たちの軍艦誌218から219ページによる、階級は、 就任時のもの。ありがとうございます。